福岡銀行カードローン、アニアサジュジム。皆さん、今回の動画では、昨日私が X 字に対しての韓国の反応の動画を上げたんじゃないですか。そこに対してこういうコメントもありましたね。韓国のイメージを良くしようと必死なのか。いいコメントしか読んでない。X 字に関係ない政治的な日本の悪口言ってる人、結構いっぱいいるけど、みたいな感じでコメント残してくださいましたけど、この中で、X 字に関係ない政治的な話とかって自分が言ったんじゃないですか、本人が。だから関係ないこういうコメントまで出して言う必要ありますかってことですけど、やっぱりこういう方がいらっしゃるからこそ、私もいつも関係のない話、そういうコメントも拾ったりするんですけど、昨日はそれがなかっただけですよね。そして実は私がそれをわざわざ拾ってこなかったっていうよりは、いいねがたくさんついてる順番で見たら、私の目には見えなかっただけですよね。だからこういうコメントに対して、やっぱりこういうコメントもありまして、私はちょっと救われますけど、こういうコメントとか、こういうコメントとか、本当にこのコメントでも書いてるように、ちょっとアンチコメを残す韓国人に対して、また他の韓国の方が、それは恥ずかしいよ、韓国人で恥ずかしいよ、みたいなコメントを結構私も見かけました。だからこの方が言ってることも事実ですし、この方が言ってることも事実ですけど、本人が言ってる通り、関係ない政治の話じゃないですか。それを、この今デビューしても、ファンの方々も楽しんでるのに、こんなコメントをわざわざ私が拾ってきたらどうでしょうか。じゃあそれで今日は昨日 YouTube で上がった X 字のミュージックバンク出勤動画であったコメントをもうちょっとランダムで拾ってきましたので、はい、では読ませていただきたいと思います。全員日本人グループが韓国で活動を始めるなんて、なんか新しいねっていうコメントもありまして、そして光る合流しますかっていう、こういうコメントもありまして、この事務所のなんか社長がインタビューしてる動画を見て、もっと嫌いになったっていう言葉もありますけど、私はこの内容が何なのかわからないですけど、こういうコメントも拾ってきてほしかったってことですかね。そして謙遜だし真面目でいいなっていうコメントもありまして、偶然にミュージックバンクを見ましたけど、全員日本人だからこそもっと興味持っていました。ステージとステージ、この普通のなんか日常でのギャップがすごいですよね。素晴らしい実力だと思います。他国で苦労も多いと思いますけど、一生懸命に頑張ってくださいっていう。そして新人っぽさがすごくて可愛いなっていう。そして遠く他国から来たお客さんだと思いながら、もっと礼儀正しく扱いましょうみたいな感じですよね。X 字が韓国でいい経験たくさんして、もうなんか帰ってほしいです。韓国でいいステージたくさん作ってくださいっていう。だからこのコメントを書いた方も多分アンチコメとかを見かけたりしたので、こういうコメントを書いたと思いますよね。アンチコメとかそういう悪口とか言わないで、もっと礼儀正しくいい言葉言ってくださいみたいな感じですね。はい、まあ、それは今日はちょっと短く簡単にこうやってコメントを読ませていただきましたけど、私は全然韓国のイメージを良くしようとかじゃなくて、私はすごく客観的に見ようと頑張ってますけど、私の動画を長く見てくださった方は、私はこういうの言わなくてもわかると思います。私は逆に日本褒めすぎやろみたいな感じで言われる人なので、別に韓国のイメージを良くしようと昨日の動画を上げたことではありません。はい、ってことで。